皆様こんにちは、アンバサダー J です。ドラゴンクエスト5天空の花嫁、やばい、もうちょっと回数覚えてないですね。7回かな、第7回かな、ちょっと回数覚えてないですね、すいません。早速やっていきましょう。冒険をする12でいいのかな、あれ何も書いてねえな。隠して父を、あ、そっか、あれか、パパスが死んじゃって、なんか奴隷採掘場かなんかに連れてかれたのか。隠して父を失ったアンバサはヘンリー王子と共にどことも分からぬところに運ばれた。母は生きている。その父の言葉も虚しく、アンバサを待ち受けていたのは過酷な奴隷の日々であった。そして14年の月日が流れた。こら、何をしてる、さっさと家を運ばんか。俺たちは奴隷さ、奴隷が夢なんか持っちゃいけねえよ。これどうすんだろうな。なんだその目つきは、なんだその目は。奴隷はよ、もっと死んだような目をしてるもんだぜ。気分の悪いやつめ、さあ働くんだ。もうめちゃくちゃだなおい。この子何やってんだ。これか、水汲み音。これも前回の最後のあたりちょっと見ましたね。さあ、とっとと運んできやがれ。のたのとしてるとこの岩に押しつぶされるぞ。この石を上の階に運ぶんだ。我が教祖様は大神殿の完成を待ち望まれているぞか。あれ、なんだこれ。働け働け、死ぬまで働くんだ。掘って掘ってまた掘ってと。おかちゃんのためならええんやこら。これどうすんだろうな。話す気力もないようだ。またここから逃げ出そうというの、もう巻き添えはごめんだわ。ほら、この前逃げて捕まった時の無知な跡がまだこんなに残って。何でもこの部屋にはご神体の像が飾られるらしいな。ということはあそこの下り階段もいずれ潰してしまうのかな。オラオラ、どうした、こんな石の畳じゃとてもじゃないが、あ、石の量じゃとてもじゃないが足りないぞ。まだ秘密だが、教祖様はこの神殿が完成すればお前たち奴隷を解放するとおっしゃっているぞ。そんなわけねえだろうな。もちろん我が教団の信者になればという条件付きだが、悪い話ではあるまい。ここの教祖さんは世界を救うと言うとるそうじゃ。しかし奴隷を使って神殿を作らせるようではろくなもんじゃねえぞ。ろくなもんじゃねえ。ほら、奴隷にされてから20年以上になるだよ。そういや、あんちゃんはここに来た時まだ子供だったよな。あんちゃんも随分たくましく成長したもんだな。奴隷でそんな成長できるもんかね。あ、ヘンリーじゃんこれ。いや、アンバサ、こんなところで油を売ってるとまた無視で撃たれるぞ。それともまた逃げ出す相談会、あれからもう10年以上になるもんな。お前の親父には本当に申し訳なかったと思っているよ。お前はきっと親父の最後の言葉を信じて母親を探したいんだろうな。いいよな、俺なんかここを逃げ出してもお城では弟のデールが王様になってるだろうし、
とくどく話していても仕方ないんだ。さあ仕事仕事。これ何すればいいんだろうな。なんだお前は、なんだ君はってか、早く自分の仕事場に戻らんか。そして間違ってもここから逃げようなどと思わぬことだな。どっかでフラグ立てないといけないんだろうなこれ。これかな。ヒーヒー重くて動かないよ。あれこれ普通だな。わはは、お前たち奴隷は本当に幸せ者だな。我が大教祖様のために一生働けるのだからな。うん、どうすんだこれ。あ、ここ下降りてないか。参った、妹のマリアが奴隷にされてしまったのだ。うん、これフラグ立ってそうですね。なんとかしたいが教祖様には逆らえないし、とこんなことを奴隷の前に話しても仕方なかったな。マリア、マリアって言ったからな。マリアね。鍵が合わない。装備とかどうなってんだろう。奴隷の服、装備奴隷の服。これは何もなしか、とりあえず何もねえな。これはどうしようもねえか。あれ、じゃあどこ行くんだ。マリアを探すってことか、やっぱり。じゃあよし、今日はここまでだ。明日も朝は早いぞ。それぞれ部屋に戻ってさっさと休むんだ。さあ、いや、アンバサ、やっと目が覚めたようだな。ずいぶんうなされてたようだけど、また鞭で打たれる夢でも見たんだろう。しかしお前はいつまでたっても反抗的で奴隷になりきれないやつだよな。その点俺なんか素直になったと自分でも思うよ。わははは。もっとも俺が素直になったのはお前の上さんの死が答えてもあるけどさ、あれから10年、月日の経つものは早いもんだぜ。お願いだ、起こさねえでくれ。ギリギリまで眠らせてくれ。これアンバサ兄貴、どうもおはようございます。何でも兄貴は子供の時連れてこられて10年以上も奴隷として働かされているとか。ずいぶん苦労しなすったんですね。うわ、すいません。もうサボりませんから、鞭で打たないでください。むにゃむにゃ。こんな生活なら死んだ方がマシです。何の希望も夢もなく、一生奴隷で終わるなんて、もう死んでしまいたいです。あんた知ってますか？神殿が完成すれば私たちは自由の身になれるんですよ。おめえはよう考えが甘いんだよ。誰から聞いたか知らんが、そんなの俺たち、おうおう、でも本当だって。知らん知らん、おめえは幸せなやつだよ。なんつったの今。いや、おめえか。おめえの親父はこの教団のやつらに殺されたんだってな。その時の悔しさは忘れちゃいけねえぜ。その思いがある限りおめえはきっと生きていくだろうからな。
ちょっと聞いてくれよ。そこの、あ、マリア出てきたね。そこのマリアちゃんは教団の信者だったのに奴隷にされちゃったのよ。何でも不注意で教祖様の大事なお皿を割ってしまったとかで。マリアちゃんの兄さんは教団の兵士をしてるっていうのに全くひどい話よね。いいんです。私、最近教祖様のお考えについていけないところがあったし。それに今までこんなに多くの人々が教団のために奴隷にされているなんて知りませんでした。さて、どうすんだこれで。なんか出てきた。オラオラ、仕事の時間だぞ。さっさと行かないとこのムチが飛ぶぞ。ちょっと待って、あの壺を調べたい。すごい匂いがする。どうやら奴隷たちのトイレだな。はあ、またお前か。何かにつけて反抗的なやつだな。さっさと出ていかんか。まあ、こんなしか。お前の仕事はここじゃないだろう。さっさと自分の持ち場に行かんか。なんか全然進まねえな。なんか変だな。お、ちょっと待って、なんか始まってるぞこれ。むごいの。誰か何とかしてやれんもんじゃろうか。あんなに無知で撃たれてかわいそうに。返事がないな。なんと奴隷の女が鞭で撃たれてる。これマリアか。俺の足の上に石を落とすとは不貞女だ。その根性を叩き直してやる。どうかお許しください。いや、ダメだ。確かおめえは奴隷になったばかりだったな。この際だから自分が奴隷だってことを身に染みて分からせてやる。ひぃ、あれ、アンバサーいつの間に隣にいたんだ。まあいい、俺はもう我慢できないぞ。おお、来たね、ヘンリー。うわ。いけません。私に構うとあなたまで鞭で打たれてしまいます。これはどうすんだ、これ。なんだ、お前も歯向かう気だな。よし、思い知らせてやる。てれれ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 れ。なんかでも、HP1 だったような気がする。あ、HP 回復してんな。ちょっと待って、これ呪文はどうだ。おお、やっぱ食らうね。普通の攻撃は、あ、13か。バギー打ってた方がいいな。で、ベホイミと。お、薬草使った。お、ちょっと待って、不思議な踊りとかやめてくれよ、そういうの。あ、そうか、スカラどうだろうな、引くのかな。あんま変わんねえか。まあでも一応使った方がいいですね、こんな。オッケー、よし、ムチ男たちをやっつけた。100ポイントの経験値、高えな。100ポイント、120ゴールド手に入れた。お、兵士が来たぞ、続々と。なんだなんだこの騒ぎは。は、この二人が突然歯向かってきて。この女は、あ、はい、この奴隷女も反抗的だったので。
まあよい。おい、この女の手当てをしてやれ。それからこの二人は牢屋にぶち込んでおけ。はさあ来るんだ。いや参ったな。しかし無知で撃たれるよりマシかな。わははは、いいねヘンリー。どうしようもないな。せっかくだからのんびりすることにしようぜ。鍵が合わない。なんか隠し通路とかねえのかな。しかしいつまでここに入れておく気かな。ん、誰か来たみたいだぞ。お、なんだあれ。あ、これ助けてくれるんだ多分。あのマリアの兄ちゃんかなんかじゃないかこれ。一体なんだろう。おい、行ってみようぜ。さあ、先ほどは助けていただいて本当にありがとうございました。妹のマリアを助けてくれたそうで本当に感謝している。私は兄のヨシュアだ。前々から思っていたのだが、お前たちはどうも他の奴隷と違うらしい。生きた目をしている。そのお前たちを見込んで頼みがあるのだ。聞いてくれるな。はい。実はまだ噂だが、この神殿が完成すれば秘密を守るため奴隷たちを皆殺しにするかもしれないのだ。まあそうだろうな。そうなれば当然妹のマリアまでだ。お願いだ、妹のマリアを連れて逃げてくれ。ここにお前の荷物も用意して。おお、来た来た来た。アンバーさんは荷物を受け取った。この水牢は奴隷の死体を流すためのものだが、樽に入っていれば多分生きたまま出られるだろう。さあ誰か来ないうちに早く樽の中へ。この女の子は？あ、来たね。ヨシは願いを込めて壁のスイッチを押した。おお、なんかすげえとこ。あ、さっきなんか雲が見えると思ったらすげえ高いとこだったのか。おお、これはなんだ。よかった、気がつかれましたのね。もう3日も眠りっぱなしで、このまま起きないのではと心配していましたよ。しかし樽の中に人が入っていたのにはびっくりしました。お連れの人から聞いたのですが、とんでもないところから逃げていらしたとか。ここは名もない海辺の修道院。どうか元気になるまでゆっくりしていってくださいね。そうですか、その服はあなたが持っていた荷物に入っていたものです。前の服はあまりにボロボロだったので着替えさせてもらいましたよ。ポッポッって何ポッって。もうシスターなんかちょっと。こういうシスター多いな、この世界観には。あれ？いけねえな、これ。あなたはこのマリアさんと同じ樽で流されてきた人ですね。マリアさんと話せば話すほど、その心の美しさに感心してしまいますわ。彼女こそ、神にお仕えするため生まれてきた人なのではないでしょうか。あ、やっと気がつかれましたのね。本当に良かったですわ。兄の願いを聞き入れ、私を連れて逃げてくれてありがとうございました。まだあそこにいる兄や多くの奴隷の皆さんのことを考えると心から喜べないのですが、今私がここにあるのもきっと神様のお導きなのでしょうね。アンバスさん、これは兄から預かったものなのですが、どうぞお役に立ってください。もうちょっと待って、1000ゴールド。あ、やべ、これめんどくせえな。1000ゴールドか。ここは、あ、こっちから行くのか。話は聞いています。10年以上も奴隷として働き、やっと自由の身になったとは。あなたはもう誰からも命令されないでしょう。父上も亡くなった今、どこに行き何をするか、これからは全て自分で考えなくてはなりません。
しかし負けないでくださいね。それが生きるということなのですから。あなたはやっと自分の足で歩き始めたのです。なんか哲学的な話になってきたな。私は亭主から逃げてきたんだよ。とんでもない乱暴者でね。おや、あんたもどこからか逃げてきたのかい？それは奇遇だね。あ、これ普通があれか。まあとりあえずお乗りしとくか。さて何すんのこれで。あれ出らんねえのかこれ。え、どうすんのじゃ。あれちょっと待って。あ、これあれか、下から出んのかこれ。ああ、また遊びに行きたいな。あのね、ここから北に行くと大きな町があるの。とても面白いところだよ。北ね。とりあえず北か、じゃあ。こっちは何もなしと。お、ヘンリー。いや、アンバサ、やっと気がついたな。へえ、ちゃんと着替えたのか。そういや、お前は荷物を持っていたもんな。俺なんかまだ奴隷の格好のままだぜ。まあ、いいけどね。さてと、これからどうするかな。出かけるときは俺にも声をかけてくれよ。ん？もうだって行くしかねえだろ、これ。他何もないんじゃない？出かけるときは忘れずに。この人知ってる人少ねえだろうな、多分な。そうだな。お前には母さんを探すっていう目的があったもんな。な、どうだろうか。その旅に俺も付き合わせてくれないか。うん、よし、そうと決まったら早速旅に出よう。今、出かけるって言ってくるから、お前はここで待っていろよ。やはり行ってしまうのですね。何でも母を探す旅とか。うん、三千里だね、多分ね。北にある大きな町でなら何かわかるかもしれませんね。どうかお気をつけて。本当にいろいろありがとうございました。私はここに残り、多くの奴隷の皆さんのために毎日祈ることにしました。そしてアンバサさんがお母様に会えるようにもどうか、会えるようにもどうかお気をつけて。アンバサ、あなたはもう大人です。これからは自分の道を自分で見つけなくてはならないでしょう。しかし神様が見守ってくれていることを忘れないでください。アンバサの旅に神のご加護のあらんことを。さあ行こうぜ。普通に考えたら、でもそんな一人を見つけるなんてまず無理でしょうけどね。装備がだからヘンリーがなんだ、ブロンズナイフは一応持ってるのか。あ、ブーメランとか使えんのかな。ビアンカのリボン、ブーメラン、あ、ダメか。ん？装備できないんだな。やっぱダメか。とりあえず北行くか、じゃあ。まずは装備を整えに。
お金っていくら持ってるんだろうな。あ、1970か。ここは誰もが夢を抱きやってくるオラクルベリーの都だ。都なのこれ。なんか普通の村っぽいけど。なんか怪しげな地下階段だな。もうちょっと待って、なんかバニーがいるぞこれ。わしが有名なモンスター爺さんじゃ。ふむ、お主はなかなかいい目をしてるな。しかも不思議な目じゃ。もしかするとお主ならモンスターですら改心させ仲間にできるかもしれんの。あ、これなんか仲間にできんのか。何、それにはどうしたらいいからと。よろしい、教えて信ぜよう。まず馬車を手に入れることじゃ。そして憎む心ではなく愛を持ってモンスターたちと戦うのじゃ。どういうことだろうな。そのお主の心が通じた時、モンスターは向こうから仲間にしてくれと言ってくるじゃろう。ほう。もっとも彼らは自分より強いものしか尊敬しないから、仲間になりたいというのはこっちが勝った後じゃがな。うん、よろしい、お主ならきっと多くのモンスターを仲間にできるはずじゃ。馬車があればより多くのモンスターを連れて歩ければそれでも限度はある。その時はわしのところへ来ればいい。仲間のモンスターの面倒を見てあげるぜ。あ、預けられんのか。私は助手のイナッツよ。いいことを教えてあげる。モンスターに言うことを聞かせたかったら育てて賢さをあげることね。ああ、何、そういうこと。賢さをあげるのか。それでプックルとか全然言うこと聞かなかったのかな。賢さが20以上になったらちゃんと命令通りに戦ってくれるはずよ。あ、 なるほどね。うまくできてんな。鍵が合わない。お、お鍋の蓋を見つけた。お、魔物の餌を見つけた。この魔物の餌ってなんだろうな。あ、これはダメか。装備できますね、お鍋の蓋。お、なんかすげえなこれ。宝箱に囲まれて。ああ、預けられんのか。ビアンカのリボンってとりあえずなんか捨てらんねえしっていう感じだよな。これはちょっと、あ、こんなもんか。あ、間違えた。あ、ちょっと待って、カジノがあるじゃないこれ。私、踊り子になりたくてこの町にやってきたの。きっとトップダンサーになってみせるわ。カジノですか。そこの張り紙に書いてるように、お客以外の通り抜けはお断りだよ。防具ね。防具か。ちょっとでも、ブロンズナイフじゃちょっとあれだからな。とりあえず武器が欲しいな、まずは。いけるじゃん。ここは力を囚人と話したければ鉄格子越しに話しかけるといい。全く俺としたことがカジノでイカ様がバレて捕まるとは。その昔人をさらっては売り飛ばしていた頃が俺の人生の花だったぜ。
こいつじゃねえの、あのヘンリーとかさらったやつ。まあ一個ずつ潰していくか。なんか今日これで終わっちゃいそうですね。おじちゃん、何か用なの？僕かくれんぼしてて忙しいんだ。また後でね。うまい具合にいかねえもんだな。ここにいるじゃん。おじさん向こうに行ってたよ。見つかっちゃうじゃないか。とりあえず武器屋どこだ。あ、これか武器屋。ヘンリーがとりあえず使えるのはブーメラン使えないでしょ。鎖鎌使えるのか。あ、チェーンクロスも使えるのね。いやー、ちょっと待って、欲しいな。こっちへ。チェーンクロス。間違えた。さてと、ブロンズナイフとブーメラン打っちゃって、あ、間違えた。お鍋の蓋残念だとか思うのかね。とりあえずあと残りは防具でも買うか。酒を知らないんだって。へえ、その年でね。よくわからないけど、随分と寂しいところから来たんだね。さあさあ、亭主と子供が帰ってくるまでに夕食を作っておかなきゃ。おや、あんた旅の人だね。でも帰るところがあるっていいもんだよ。とか言っても若い人にはまだわからないかね。このな、これなんだろうな。あ、道具屋か。とりあえず必要はねえな。お客さん知ってますか？何でも、あ、インパスね。インパスという呪文でいろんなものの、あ、鑑定ができるのかい。インパスの呪文、アンバーさんが覚えたんだっけかな。ちょっと待って、鑑定、ものの鑑定ができるのか。おや、あんたうちの人の知り合いかい？だったら聞いておくれよ。うちの人ったらずっと北の大きなお城まで商売に出たいなんて言うんだよ。でもあんまり評判の良くないお城みたいだし、私はなんだか心配で。これプラグかな。なんと守るに頼む見つけた。
ここも僕やね。ちょっとヘンリーは少し買ってやんないとダメだな。あまりにも弱いな。ちょっと街の外に出て長く歩くとやがて夜になりましょう。夜ともなるとこの街はまた別の顔を人々に見せるのです。これなんだ、これなんか店が出んのかな。グゴグゴ。全く月日の経つのは早いものじゃな。わしが若い頃この町はまだ小さな村じゃったのに、北に橋がかかってからは人々が来始めての。北か、やっぱり北に橋ができてからもう10年になるかな。ちょうどなんか奴隷になったあれじゃないかな。10年。私はこの町ではちょっと名の知れた占いババじゃ。本当は夜しか占わぬが、お主はなかなかの男前でわしの好みだから、いいことを教えてあげるぞえ。巨大な闇の手がもうこの世界を飲み込もうとしておる。信じる信じまいはお主の勝手じゃがな。フォッ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 。じゃあここのあれ、これ下なんだっけ。あ、これあれか。まあでも897だかな。別の物やってぐらい買ってやりたいけどな。まあとりあえず2しか変わんねえもんな。まず鎖片びらか。15ゴールド、結構高く買ってくれるな。あ、間違えた。アンバサは壁を見た。掘り出し物なら当店、いつもニコニコ、オラクル屋。珍しいものを売ってる店があると聞いてきたのだが、昼間はやってないらしいな。夜か。まあとりあえずこれぐらいかな。お金ももう400しかないでしょ。
少し、あ、間違えた。少しレベルアップしないと危ないでしょうね、多分ね。やるかとりあえず。結構いい値段で買ってくれるな。鍋の蓋だろう。ようこそカジノへ。ここではコインしか使えません。そこのキャッシャーでコインを買ってくださいね。スライムレース場ね。これがキャッシャーか。1枚20コロだな。とりあえずこんなところか。今回は、今回ちょっとほとんどなんか戦闘らしきものなかったけど、しょうがないですね。ちょっとね、ちょっと多分1巻ぐらいやってるなこれな。ちょっとあんまり中身がなかった回なんですけど、まあとりあえずあの奴隷所から脱出したということで、今回はこれぐらいにしたいと思います。そうだな、ちょっと待って、呪文はどうなってんだろうな、これ。あ、メラが使えるのか。ヘンリー。まだレベル1ですね、ヘンリーね。これちょっと危ねえな、結構。少しレベル上げしないとダメですね、次回やるときね。レベル1だもんな。うん。まあ、とりあえず、今回はこの辺りにしたいと思います。それでは皆様次回の動画でまたお会いしましょう。